月面の人類会議は人類が存在しない、そんな、いや、これは罠、僕たちを混乱させようとする敵の情報操作だ。ポット、敵基地をレーザー測量して全体構造を予測しろ。了解。トゥビー、この基地は何かしらの罠の可能性が高く。トゥビー、あれ、どこに。解析完了、本基地の全体構造を表示。そんなことよりトゥビーを。で、なんだこの基地の構造。巨大なコアを中心にネットワーク上にエネルギー搬送経路がある。まるでこの基地全体が一つの機械生命体みたいな。警告、本基地下層部に高周波振動を検知。高周波、9S の視界にノイズが走り消える。同時に周囲から不思議な音が聞こえてきた。ゴキゴキゴキ。音は次第に大きくなる。 9S は音の鳴る方向を振り返る。そこにあるのはアンドロイドの遺体。その上に黒い影が乗っていて白く細い首を絞めている。そんな。首を絞めているのは 9S、 そして首を絞められているアンドロイドの遺体。細い指、黒い眼帯、見慣れたドレスと白い髪。トゥービー。目の前に繰り広げられているのは 9S 自身の歪んだ願望だった。9S の真相願望が暴かれる。それは彼女を殺し、壊し、犯すという結末。違う、そんなこと望んでない。そうか、これは汚染、敵の汚染攻撃なんだ。否定する思考の裂け目に広がる呪い。知っていた、彼女が自分を殺そうとしていたこと。隠していた、自分の中に秘めた欲望を。
繰り返される殺戮の中で、祈りと希望でごまかしながら味わっていた絶望の快楽。やめてくれ、僕は